トキコの Now is the time。 今日はどこに来てるでしょうか。ここはね、石垣島の白穂っていうところです。あのみっちゃん家に来てます。八千文館の池原美智子さんです。説明して。はい、明けましておめでとうございます。石垣に在住する女性たちの手仕事っていう、名前で2年に一遍展示会をみんなでやってて、もう何年かな、16年間で、今日は1回だから2波16、あ、2年に一遍だからね。で、今日はたまたま新年会で一品携帯ということで、皆さん自身の、それでもう一回その女性の会のこと、はい、手仕事、うん、発起人は高階会長なので、ちょっと高階さんあの子の写真見てみる、ね、もうここはいいよ、綺麗よ、発起人の高階明、そう、染め物をしてる、高階明です。あの当時16年前ですのは、皆さん若かった、まだまだエネルギーがあり余ってた、そうね、頃ですよね。今となってはちょっと、いや、あなたが最初に与那国島に行ったのは何年前の、いや、いや、その話はちょっと、とりあえずこちらで、ほら、皆さんね、それぞれ頑張ってる方がいるっていうことを、聞いたもんで、あ、これは何かできるんじゃないかっていうことで、まず持っていったところが、南東焼きの奈美さんのところで、焼き物やって、どうぞやりませんかってね。そう、あの頃のメンバーだったら私と、高階と、まあ、ね、奈美さん、まあ長い付き合いね。今後ちゃんとも30年の付き合い。まあ女性たちだけっていうのは別にさほど意味があるわけじゃないんですけれども、やっぱりこの仕事を、自分の仕事としてね、食べて、趣味じゃなくてあくまでも仕事で実益、みんなそれで食べてると。で、あきちゃん、若手のあきちゃん、若手の秋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 ちゃん、何年ぐらいになるの、こっち来て。16年になります。あ、じゃあちょうどこれ始まった頃じゃない。ああ、そうだね。可愛かったね。まだすごい色のもん被ってた。あなたはどっから来たんだっけ。東京から。東京から来た。はい。で、なんで来たの。織物をやりたくて東京から来たんですけど、やっとなんとか。で。もう近々展示会をやる、この展示会は去年に終わったばっかりで、今度、新潟の伊勢丹デパートで皆さんのものを展示即売会です。あと地元代表って誰かいないかな、はいはいはい、今日は突然私が侵入したわけ。一品持ち寄りのごちそうをいただいて、ということで最後に登場します。私の大切な冬休み、今日で最後の日です。明日まででは東京でまたみっちゃんと東京の展示会もありますよ。はい、どこ行くの。